フィリピンの大河川流域図フィリピンの河川の一覧はフィリピンを流れる河川の一覧である。1976年にフィリピンの国家水資源委員会は総合的な水資源開発計画立案の面から全国を12の水資源地域に分類している。同年に刊行されたフィリピンの基本河川流域によれば40平方キロメートルを超える 河川流域は国内に計421あるとされ、これらが基本河川流域として指定されている。この内流域面積1400平方キロメートル以上の18水系が大河川流域と呼ばれている。大河川の合計流域面積は108,678平方キロメートルで、フィリピン全土面積の3分の1以上を占める。なお、 1970年代の調査は25万分の1地図を用いて行われ、流域面積を満たしていても勘案されていない河川があるほか、流域面積なども多少の誤差があるため、最新の地図を用いた再調査が必要とされる。大河川については、以後に行われた主治の調査結果や河川改修により、各所限が改定されており、本校の数値は、 最新の資料とは異なる場合がある。フィリピンの18の大河川を、ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島の島所別に、水資源地域順に列挙する。なお、中部ビサヤ、東ビサヤ、南西ミンダナオに大河川流域は存在しない。ありがとうございます。